レッカー車のトム。トムおはよう。かっこいいダンスだね。こんにちは、ジェリー。今日は大きなレースがあるけど、緊張してる？ペイントしてるの、ジェリー？ヘッドライトをスプレー塗装してるの？ヘッドライトをペイントして大丈夫？色のついた電球に変えれば、ライトの色は変えられるよ。緑のヘッドライトだ。レースでジェリーはとっても目立つはず。ペイントがライトから滑っちゃってるみたいだよ。おっとジェリー、ライトのネストペイントでヘッドライトにひびが入っちゃったよ。レースにはヘッドライトがいるもんね。レッカー車のトムを呼んで助けてもらおう。あと数時間でレースだよ。トム、こんにちは。ジェリーが困ってるんだ。今日のショーに備えてライトをペイントしてたらライトが壊れちゃったんだよ。直してくれる？よかった。さあ行こう。ジェリー、トムが来てくれたよ。ジェリー、言いづらいんだけど、トムもヘッドライトはペイントしない方がいいって。さあ、直そうね。着いたよ。トム、ペンキ塗るの？ジェリーの好みは派手みたいだよ。どうしようか。まずは壊れたガラスを取り外そうね。そうだね、トム。ジェリー、せっかくスーパーヒーローに見えるんだけど、プラスチックカバーを外すね。レースに向けて、どうしたらジェリーをもっとかっこよくできるかな。いいアイデアがあるみたい。トム、これをどうするの？普通の電球？ジェリー、新しいヘッドライトだよ。心配しないで、ジェリー。トムからサプライズがあるんだって。
これでよし。完了かな、トム。ラジオをつけてみて、ジェリー。それからヘッドライトをオンにしてね。これでレースで目立つこと間違いなしだよ、ジェリー。トム、どうもありがとう。ジェリー頑張ってね。バイバイ、みんなまたね。トム・ザ・トートラック。メリークリスマス、トム。今日は何をしてるんだい？ベイビーカーのクリスマスツリーの飾り付けのお手伝いだって？いいね。なんかすごい寒いな。やあ、キャリー。こんなにいっぱいクリスマスキャンディーを作るの大変だったでしょう。何の音だろう。シュガーマシーンが壊れたんじゃないかな。なんてことだ。トムに電話しなきゃ。トム、キャリーが助けを求めてるよ。今から来れる？ごめんね、ベイビーアンバー、ベイビーリリー。心配しないで、キャリー。ガレージまで連れてって何がおかしいのか見てあげるから。すぐそこだからね。トム、ベイビーカーたちがガレージの飾り付けをしてたみたいだよ。じゃあキャリー、シュガーマシーンを見てみようか。どうしたんだろう。今日は寒いからキャリーのシュガーマシーンが凍ったのかな。確認した方がいいかな。そうだよね。心配しないで、キャリー。温めてあげるから。どうしたの？暖房？いい考えだ。これで暖かいでしょう。よかったね。これはトムのだよ。キャリーのシュガーマシーンがまた凍らないようにできることってないかな。どう、キャリー。素晴らしい。これで全部、トム。違うの？何それ。キャリーのシュガーマシーンの新しいエンジンだって？なんて素晴らしいクリスマスプレゼントなんだ。
これで前よりもたくさんキャンディーを作れるぞ。キャリー、家に帰ってキャンディーをもっと作る準備はできてるかな？いいね。じゃあね、キャリー。そしてトム。メリークリスマス。レッカー車のトム。リリー、こんにちは。ドライブ楽しかった？ずいぶん眠そうだね。おっと、気をつけてリリー。危なかったよ。リリー、ずいぶん疲れてるみたいだよ。あちゃ、パンクもしちゃった。おっと、ここは危ないみたいだね、リリー。君をここから連れ出してあげないと。そうだね、トムを呼んでこよう。トム、こんにちは。リリーの様子がおかしいんだ。直してあげられる？よかった。さあ行こう。シティの外の丘の上にいるよ。急ごうね。リリー、心配しないで。トムがガレージで修理してくれるよ。あれ？リリーはもう眠っちゃってる。どこが悪いのかな、トム。そうか、バッテリーだね。どうしようか、トム。そうだね、充電すればリリーは元気になるね。トム、赤は赤、黒は黒につなげようね。その調子だよ、トム。やった、リリーが起きたよ。気分はどう？トム、次はどうしようか。そうだね、パンクしたタイヤを交換しようね。わあ、かっこいいタイヤだね。どう思う、リリー。このタイヤならどこへでも行けるよ。
さすが仕事が早いね、トム。リリーの調子も良さそうだよ。修理も完了だし、もう行っても大丈夫だよ。トムありがとう。本当に助かったよ。またね。新しいタイヤ楽しんでね、リリー。